たくげーああでしょ、今回はマインクラフト。たくさんマイクラ好きでしたもんね、はい、マイクラ大好きでしたね。え、今はやってないですか？全然やってないです19年の12月26日クリスマス後にですね、一番最後やってまして、やってみますかこれ。はい、どんな感じなのかがちょっと気になりますね。鈴木拓のマインクラフト建物探訪。おお、そうですね、こんな感じですね。これはまあ家の中ですけどね、ちょっと今もう暗いので敵が出てくると怖いので一遍寝ますすいませんね、一遍寝るところから始まっちゃってねそうです、これちょっとね、まあまあこれは僕の家ですね、ここ拠点ですね、はい、拠点でこうしてここにこうエンダードラゴンの首があって、あ、はい、でここでなんかエンチャントしていろんなのを作ったりとか、はい、まあ、まあ上上がると上はこれはあの誰かが来た時用にみんな用に置いといてるやつですね。ああ、作業用にすぐ着替えたりとか、はい、でここにインコちゃんがいるというね、はい、インコ捕まえてきたやつですか？インコを捕まえてきて大変でしたね、これもやっぱインコ捕まえてくるの、肩に乗せて、はい、これも珍しい猫ちゃんですね。へえ、懐かしい。で犬つか狼ですね、これがうちの外観ですね。よく家族にはこの黄色い、窓すげえ気持ち悪い、ダセーって超言われてますなんで黄色なんですか？なんかね、その時の僕はおしゃれだなと思ったんでしょうねこういう感じですね、はい、でここにはあの気持ち悪いキノコ牛がいたりとか、はい、で全身金のこう馬、金の装飾の馬ですね、はい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 、あとね、まあ、これすぐネザー行けるようにとか、あ、ネザー行けるとか、でこれもさっきちらっとも言いましたけど、建ててたのが分かると思いますけども、教会です。教会中はこだわってますよ、これ非常にこだわって、こうやって中もすごいでしょ、もう一個一個ね、ろうそくとかこういうのも全部作りましたからね。で奥にはこのエンチャントできるように、あ、こういう、はい、こういう風なのにしたり、ええー、はい、もうこの花とかもすげえこだわってますからね僕でもなんで教会だったんですかなんか心が洗われたいと思ったんでしょうねはい、でその隣にあの五重の塔がありますちょっとね、五重の塔を登ってから皆さんにちょっと見せたいものがあるんですよね。じゃあちょっと五重の塔を登りましょう。登りましたね。こっち側はああいったような、昔ね、いろんなものを製造してたんです、はい、ゴーレムを製鉄所を作ってたりとか、はい、ちょっとね左に見えてきますけども、見えてきてなんかお寺みたいなの見えますよね。お寺があって江戸の町並みみたいなのあって城なんですよすごい。ちなみに城の城壁を作るのに黒いものがなかったから、羊をですね、捕まえて羊の毛を買って、それで城壁にしちゃってましたねあ、この黒羊の、そうなんです、だから雷が落ちると燃えますちょっと行きましょうか、あそこにね。実はこれが江戸の町並みというあれなんですけども、すごい、はい、本当にでかいですからね。この江戸の町並みを作って城を作って、この鳥居の神社なんですけど、ちょっと見えます、右側にセブンイレブンなんですねむちゃくちゃです。そして今黒い建物横通ってきたのはこれ、あのマクドナルドですねで、これが僕の中での建造物一番の自慢のお城ですね。ここは一応本当に入ってて、まだ何も作ってないですけどね。あ、中は、はい、はい、とにかくこれ天守閣です。こういうような
ものを作っていたと。あとあれ、海底のお城あるじゃないですか。はいはいはい、はい、あれ全部水抜きましたね。へえ水抜いてその建物を丸々施設として使うみたいなものをやりました。はいはいはい、とにかく手間と時間と全てかけてね、お笑いのことをせずにこんなことしましたね。ここはなんかもうキノコ縦状みたいになってましたね。キノコをここで取ったらこのキノコの塔をずっと上までこれでもだいぶ壊したんじゃないかな。若干精神的にも異常だったんですねそうですね、病んでたかもしれませんね。こうやってこの公園なんですけど、公園から黄泉の国に行くような感じですね。あ、でもぶっ壊れてんな。こうやって滑り台みたいなのも作って、ちゃんとおトイレまで作ってます。トイレの中見てください、ほら。ちゃんと手洗うところね。ほら。あ、ちなみにこれあの、この上のやつは、はい、裏ボスを倒したらなんかこのライトが永遠あの、はい、宇宙まで通るやつがあるんですけど、はい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 、これをなんかつけてオブジェとして置いてましたけど、その前にあるのがこれが本物の我が家を模して作った家でございますね。もう間取りとかですか？間取りも全部そうです。ちなみに車はこれは僕の車ですね。本当だ。もう全部間取りからもう家です。ああ家帰ってここで僕寝てますね。一人で寝てます。でこれが長男の部屋ですけど、これ上がって、でここで次男と奥さんが寝てて、テレビでこれもうまんま間取りがこれうちの間取りです。これ出しちゃっていいですか？これもう全然大丈夫です。別にうち誰も来ないですし、この家だってちょっとおしゃれで本当はねかっこいいはずなんですけどね、ガラスがひどいからもこんな感じですね。なるほど、はい、僕のマインクラフト。いいですね、はい、なのでちょっとねこういった感じですごい作るのは好きなので、イエス、みんなでもしあれだったらでっかい建物だったり街作ったりしても面白そうですよね。いいっすね。はい、俺の世界来てなんか爆弾置いていくやつとかもいるじゃないですか、全部ぶっ壊すやつとかそれは怖いので、はいはい、あ、ウサギ入ってる。え、ウサギなんていましたっけ？ウサギいましたよ。ウサギはいたか。はい、はい、可愛かったですねウサギぶっ殺しましたけどね。絶対ダメなんですよあ、キツネ。キツネですね。キツネ狙ってますよ。ほら、あ、本当だ。あ、キツネ狙ってる。持ってかれた。ほら、かわいいですね。かわいい。可愛いですね。よし、キツネの肉ゲット。やりましたね。本当に可愛いですね。可愛いですね。ちょっとダメかもしれないですねこのゲーム。え、ダメですかまさかこの世界の主が殺戮者とまあこんな感じですかね。これがまあ僕のマインクラフトの世界ですかね嫌な世界ですねやっぱりね、現実ってのは世知辛いですよね